こんにちは、アスカです、今回はベビーをやっていこうと思います。で、最初に言っておくと、このベビーは自分もかなり苦労しました。なので今回は自分ができるようになった方法をレクチャーしていこうと思います。で、自分の周りでもウィンドが上手くてウィンドができる人でもベビーは全然できないっていう人が結構います。では、なぜベビーが難しいのかというと、それは普通のウィンドとベビーでは遠心力の使い方が全然違うからです。よくノーハンドのウィンドの延長の感覚って言うんですけど、自分はその感覚は全然わからなくて、なのでノーハンドから練習する方法は自分はおすすめしません。なので今回はこの自分がベビーを習得した裏技を紹介したいと思います。で、最初に念のため言っておくんですけど、自分は今でもこのベビーがすごい苦手です。ですが YouTube で何とかベビーをレクチャーしてほしいっていう声があったので、今回はこの裏技と一緒にレクチャーしていこうと思います。で、まず最初、普通のウィンドとベビーの違いから説明していくと、ウィンドはこのチェアを中心として、このチェアの周りを足がこう回ることで遠心力が作られています。で、それに対してベビーは足を組んでいるので、この足で遠心力を作ることができません。なので、このいつものウィンドの癖で少しでも足が外側に触れてしまうと、ベビーはこの足を組んでいる分、もうすぐに腰から落ちてしまいます。で、ベビーはどうなっているのかというと、この腰を中心としてその周りを上半身が回っています。で、その中心の腰から足を組んでいるこの下半身がこのバウンドし続けることによって回り続けることができます。これが普通のウィンドが上手くなって、下半身でどんどん勢いを作ることを覚えてしまうと、ベビーがいつまでたってもできない原因になります。自分は完全にこれでした。なので、おすすめはまず普通のウィンドとベビーは全くの別物として受け入れて練習することをおすすめします。はい、で、ここからは実際に自分がベビーを習得した時の練習方法を紹介していこうと思います。ちなみに当時自分は本当にもうベビーは諦めてました。で、歴2年半ぐらいのある時に先輩にタップミルを教えてもらって、それが、その先輩の教え方がすごい分かりやすくて1日でできるようになりました。ちなみにタップミルも少し練習したことはあったのですが、全然分からなかったんですけど、本当その先輩の教え方が上手くて、その日にタップミルができるようになりました。で、タップミルができるようになってから少しベビーを練習し始めたら、急にベビーもできるようになりました。で、これがなぜ急にできるようになったかというと、このタップミルっていうのは一回自分の足を地面について回っていくので、ウィンドとは違ってこの下半身の勢いをある程度殺しながら回る必要があります。なので、いい意味で下半身の勢いを使わずにウィンドミルをすることができるようになるので、このタップミルができるようになると、この腰の軌道が一気にベビーの軌道に近づきます。はい、ということで、ここからはタップミルをまずは説明していきます。で、崩しの時のこの上半身は基本ウィンドと一緒です。この崩しの時にまずはこの軸足を床につきます。これが普通のウィンドの感覚でいくと、かなり遅いタイミングで足をつくことになるので、なので最初は極端に早くつきに行って大丈夫です。で、これが本当にすごい大事で、自分が昔タップミルを少し練習した時は全然できなかったんですけど、その先輩に教えてもらった時に、この軸足を本当に早くつくっていうことを教わったらすぐにできるようになりました。で、実際この軸足を床についたら、ここからがウィンドと全然違くて、普通のウィンドは慣れてきたらどんどん横に横に早く返しに行くと思うんですけど、タップミルの場合はこの足で遠心力を作れない分、後ろに返しに行きます。で、この時にただ後ろに返しに行こうとしても、この軸足を床についている分、下半身がついてこないので、この時にこの逆足を体の方に寄せながら後ろに返しに行きます。そうすることで、この一度軸足を床についた後でも、この逆足の寄せによってスムーズに後ろに返しに行くことができます。はい、で、これができたらタップミル1周の完成です。で、1周ができたら、ほんと毎週毎週この軸足を早くつく、そしてその後に逆足を寄せながら後転の軌道で返していく、この体の使い方が分かってきたらタップミルは完成です。ベビーをやりたい方は、自分はこのタップミルから覚えることをお勧めします。はい、じゃあここからはベビーを実際にレクチャーしていこうと思います。で、タップミルができるようになると、実際にこの下半身の勢いが死んだままこの返しに行くウィンドを覚えるので、あとはここにこの下半身の上下運動を加えていきます。では実際にどうするのかというと、タップミルの時は崩しの時にこの軸足を床についていたと思うんですけど、今度はベビーの時は崩した時にこの両足を体の方に引きつけます。で、最初は全然本当に足は組まなくていいので、この両足を寄せることと、あとはこの股関節をできるだけ
を開いた状態で寄せることを意識してください。これが股関節が閉じて足が閉じてしまうと、どうしてもももが寄りにくくなるのと上下運動がしづらくなるので、足は組まなくていいのでももを寄せることと股関節をできるだけ開くことを意識してください。はい、そしていつものウィンドみたいにこの軸足を振りに行きたくなるのをこらえてください。そうすることでこの下半身がすごい上半身に寄ってくるので、タップ見るみたいにこの下半身の勢いがつかずにウィンドを崩すことができます。またこの崩しと同時にこの足をグッと寄せることでこのベビーの上下運動のこの下の勢いが生まれます。そしてその後はタップ見ると一緒で後ろに後転するように返していきます。この崩しで軸足を振らない、それから後ろに返しに行く、この2つでいつものウィンドのこの下半身の遠心力を消していきます。これがいつものウィンドのようにせっかく足を組んで寄せて崩してもいつものウィンドのように横に返してしまうと、上半身が横に行った分この下半身がまた外側に振られてしまうので、この足を閉じている分この遠心力が扱えない状態になるので、この後ろに返しに行くときにこの下半身を一瞬キックアップを使って上に浮かせておきます。そうすることでこの上半身が遠心力に振られずに、かつこの下から上の上下運動が生まれます。でよくベビーはこの蹴らずに寄せろってすごいできる人に言われるんですけど、本当にその通りで、この上のキックアップを強くしてしまうと下半身がどうしても遠くに飛んでいってしまうので、このキックアップを使ったらまたすぐにこのももを使ってすぐに寄せてきます。つまりベビーはこの崩しの寄せのこの瞬間に毎回リズムを作るように意識します。でここまでできてくるようになると、この下半身の遠心力を消すことと腰の上下運動ができるようになっているので、ここで足を組む余裕が出てきます。実際足を組まなくてもベビーのような上下運動はできるんですけど、まあ、足を組むことで見栄えが全然変わってくるので、慣れてきたら徐々にこの足を組むように意識してください。ここで一つだけ注意点があるんですけど、この足を組むときに一緒にこの膝も閉じてしまうので、足は組むんですけど膝は思い切り外に開いて、この股関節をあくまで開脚をずっとキープするように意識してください。そうすることで足を組んでいてもしっかりと下半身を固定することができます。その上でこのももを動かして上下運動を作っていきます。はい、これで一応ベビーの完成です。でここからは上級編なのですが、ここまではできるだけウィンドとは切り離してベビーを練習してきました。なのでこの足を組んでベビーはできるようになったと思うんですけど、今度はこれだとこの上下運動が強すぎて遠心力がほとんどない状態なので、すごい扱いにくいベビーになってしまいます。なので他のウィンドやエイトラなどグラウンド系とつなげたい場合は、ここからはこの上下を少し斜めの上下にして少し遠心力をつけて回っていきます。で具体的にどうするのかというと、崩しのこの下半身を寄せるとこまでは一緒なのですが、この返しの時のこのキックアップの時に真上ではなくて自分の斜め前を蹴るように意識します。そして今度自分の後ろに返していたのを斜め前に蹴ると同時に自分のおへその下の方に潜るようにして返しに行きます。崩しは下なんですけど、返しの時にちょっと斜め上を蹴って横に回るようにすることで少し遠心力がついて、この上下運動が斜めの上下になって遠心力がつくようになってきます。そうすることで他の遠心力がついたグラウンド系からでもスムーズにつなげるようになってきます。またそうすることですごいスピードがさらについて綺麗なベビーができるようになってきます。ただ斜めになる分今まで以上に早く、そして早く返すように意識してください。はい、これで完璧にベビーの完成です。長くなりましたが、ここまでまとめると、1、ウィンドとは別物で考える、2、タップミルでウィンドの遠心力を消す、3、ももの寄せとキックアップで上下運動を作る、4、キックアップよりも寄せの方を意識する、5、足を組むときに股関節は開脚をキープする、6、上下のベビーが慣れてきたら少しずつキックアップを斜め前にして返しも少しおへその方に返すようにして斜めのベビーを意識する、7、早く、そして早く返す、これらを意識して練習してみてください。自分もできるまですごい時間がかかってかなり苦戦した技ですが、できればすごいかっこいい技だと思うので、今回説明した原理やコツなどを理解すれば必ずできるようになるので、ぜひ諦めずに練習頑張ってください。そしてこの動画が少しでも参考になったと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また普段の活動やお仕事は Twitter やブログ、そして普段の練習動画はインスタ、あとはエンタメ系は TikTok などもやっているので、それぞれ概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてください。ではありがとうございました。